山本太郎君、委員長、よろしくお願いします。新党一人一人山本太郎と申します。え、いまだに携帯はガラケー、しかもパソコンはですね、キーボードえ右手一本左手一本で打つという僕なんですけれども、このえサイバーセキュリティのことについて、えっと中学生でもあ中学生の方が詳しいですかね。お年寄りでも山本太郎でもわかるように教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。えっとですね、えー、このサイバーセキュリティ法。えー IT 基本法の中にはなかったもの、先ほどあの提案者の先生方、提出者の先生方が言われてました、要は安全という部分が抜け落ちていたものに対して、そこを補完していかなきゃいけないんだというようなあのお話、趣旨のことを言われていたと思うんですけれども、この件に関して、サイバーセキュリティ法に関して、基本法に関して、どれぐらいの期間の話し合い、どれぐらい前から準備というものが行われていたんでしょうか、教えてください。井也君 あの先ほどお話ししたとおり、IT 基本法あの、正確にはもっと長い法案ですけど、えー、これが2001年に制定されて、このサイバーセキュリティの問題は2004年、2005年あたりから、まあ、あの体制が作られたのは2005年ということになると思いますが、えー、それからもです、ね、その時点でももうすでにいくつかのその。 セキュリティに関する心配事というのはありましたでこの絵はですね、自民党政権の時も、また民主党政権の時も、あも、そのサイバーセキュリティに対応していかなきゃいかんという問題意識はずっとありながら、まあ、個別対応ということだったんですが、まあ、そういう長年の議論を積み重ねた上で、もういよいよこの社会が大きく変わったと。 でこれから先はさらに加速度をつけて変わる中で、いかに社会全体を守るかということで、もう一回、その IT 基本法の目的に照らして、その次の社会の進化、発展、国民の幸福ということを考えたときに、このタイミングで出さなければならんということで、実はそういう長い年月の間のです、ね、議論が積み重なって、ここに基本法になったということでございます。 山本太郎君、もうまさに10年越しぐらいですよね。今日やっとこの日を迎えられたともう練りに練った法案なんだということだと思います。えー、サイバー攻撃これ定義って何なんですかね、えー。誰がどのように判断して決めていくのかってことを教えていただけますか。平井上卓也君、あのこの法案の中ではそのサイバー攻撃 というものを明示して定義しているわけではないんですがサイバーセキュリティという言葉を文の中で提起しましたですからその状態を壊されるものが攻撃と いいううこととになろうかと思います具体的にはいわ,いわゆる情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録にかかる記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活動であると規定しており、まあ、ネットワークを通じて不正に電子データを改ざんするような行為はこれに含まれる。し、ま、し、あ、しかしこの非常にややこしいのは 企業にとって、また個人にとってのリスクは、必ずしもネットワークにつなげていなくても起きるんですね、今は。まあ、だからそういうことを考えると、す、ま、べ、あ、て今の安全な状態が壊されるものはすべて、その攻撃の一つの形だろうというふうに我々考えています山本太郎君えと、この法案に対してです、ね、不安がある部分というのは、やはり個人情報という部分がどんどん吸い上げられちゃうんじゃないかな。でそれが、えー、と本当に、えー 今までであれば、ね、例えば令状を取ってきてそれに対して対応するとかっていうような形がありましたけれどもそれもまあサイバーセキュリティという部分、ね、犯罪という部分を防ぐためにもそういうのを取っ払って全て吸い上げられるような状況にされちゃうとすごく怖いなと思うんですけれども基本法の全文を読みますと国民の権利については3条6項に留意しなくてはならないこれしか書いてないようなんですけれどもこれ留意って 弱くないですか表現としてこれ辞書で調べたんですそしたらね気にかけるって出てきたんですよねこれ人々の権利に対して留意気にかけるって結構上から目線かなって思っちゃうんですよねで本当にこの法律でね人々の権利が奪われるようなことがないならば保証するって書いてもいいんじゃないかなと思うんですけれども まあ、あの先ほど IT 基本法では安全という言葉が一度しか出てこなかったんだよって先生方からあの、ね、あのお聞きしましたそれぐらいセキュリティが抜け落ちているものだと言えるというような表現があったと思うんですけれどもでもこの国民の権利についてこの基本法は3条6項に留意っていう言葉しか出てこないという話なんですよねこれある意味でこれあの国民の権利についてひょっとして抜け落ちてしまう可能性もありますよね。これ留意っっていうのは先ほど言った通り気にかける とと出てきたともっと強い言葉ではっきりとこの法案が、この基本法が、このサイバーセキュリティによって人々の権利が侵害されることがないんだ、それを保障するって言葉がないとなかなか、あのこの法案に対して安心しましたってことは言えないかなと思うんですけどいかがでしょうか大変重要なご指摘、ありがとうございます。あの国民の権利をです、ね、不当にに侵害しないように、まあ、留意と というところで留意という表現が弱いのではないかというご指摘が中心のご質問だったと思いますが私どもといたしましてはこの法律を作る際にですね他の過去の法案等も参照いたしましてこういった表現にさせていただきましたただあの先生のご懸念は私共有をいたしているわけでございますがそもそも今回の法案が目指しておりますのは えー、国民、あるいは企業、あるいは地方自治体、それから政府の機能、こういったものを悪意を持って、サイバー空間によって、えー、多様な形態の攻撃をしてくるところから守るための政府の体制づくりや施策を促す法律になっているわけでございます。よってですね、えー、私が申し上げたいことは今回の この法案によってですね、何か国民の権利をそもそも制限しようとしているのではなくて、逆に言えば、分かりやすく言えばですね、インターネットというのは今、国民が国民の知る権利を行使する際に、極めて重要なツールになっております。あの山本委員もそうだと思いますし、私もそうですが、パッと分からないことがあったときに、今は、 ガラケーだと難しいところもあるかもしれませんが、まあ、スマートフォンを持っている方々はもうわからないことがあったらすぐパッと、えー、そのスマートフォンでその事柄を調べるということをやってるわけでございますですから国民の知る権利を充実させていくための一つのツールにインターネットやスマートフォンがなってるというわけでございましてここが悪意を持っているサイバー攻撃によって えー、損害を被らないように守る体制をどうしていくかという観点で、今回の法律が作られているという、それが目的であるということでございますので、もちろん、えー、冒頭に申し上げましたように、国民の権利がこの法案によって、いかなる形でも不当に侵害されることはあってはならないということは、ああの先生、おっしゃるとおりでございます山本太郎君。ありがとうございいますす、えー、一番心配しているののはですねこの 例えばですよ。あの時の権力者がこう暴走しすぎてしまったりってことはね、常々あるわけじゃないですか。歴史の中でも。<laughs> あ、すいません。<laughs> ストレートに言わなかったことをお許しください。<laughs> そのような状況が考えられるわけですね。その時にこのあの基本法っていうかこのサイバーセキュリティという法律がえっ、ー、となんていうんですかね。その刃が というものがこの情報を吸い上げられるっていうことに関してあの国民に刃が向いてしまうっていうような危険性もあるのかなっていうふうに思っちゃうんですよねえサイバー空間の犯罪対策としてサイバーセキュリティ戦略32ページにはサイバー犯罪に対する事後追跡可能性を確保するため関係事業者における通信履歴等に関するえログの保存のあり方やデジタルフォレンジックに関する取り組みを促進するための方策に について検討するとありますこれねあの私が一番心配しているのは個人情報に関してそしてこの通信履歴ログについてなんですよね僕ログってことさえも知らなかったログって何って言ったら今までインターネットで検索したものがどんなものを検索してきたかっていう履歴が残るあれだよってあそれはまずいなって。 思いますね皆さん、恥ずかしくないですか、自分の今まで検索してきたものが見られるって、ちょっと人には言いづらい、それがばれてしまったら、ぽっと頬をあからめてしまうような検索、皆さん、一度はしたことありますよね、一度どころか、二度、三度も、それが表に出てしまう、誰かに知られてしまうなんて最低ですよ、でこれ、ログに関してなんですけれども、どのような検討が行われていますか。内閣審議官お答え申し上げます サイバー攻撃への対応につきましては、国の治安、あるいは安全保障危機関に上、極めて重要であるというふうに認識をしております。 一方、サイバー空間におきましては、国境を越えて攻撃を実行することが可能であり、他国に所在するサーバーを経由したり、ソフトウェアを用いて攻撃元を取得したりするなど、巧妙な手段が用いられることもあり、攻撃者を特定することは必ずしも容易ではなく、また通信の秘密の観点から、制度面の検討は慎重に行うべきであるというふうに認識をしております。こうした点を踏まえながら、昨年6月の情報セキュリティ政策会議で決定をいたしました、サイバーセキュリティ戦略や、 昨年12月に閣議決定をいたしました世界一安全な日本創造戦略におきましてサイバー犯罪に対する事後追跡可能性を確保するため関係事業者における通信履歴等に関するログの保存の在り方について検討する旨盛り込まれているところでございます通信履歴の保存につきましては通信の秘密との関係セキュリティ上有効な通信履歴の種類保存する通信事業者等における負担 こうした点を勘案した上で、サイバー犯罪における捜査のへの利用の在り方について、政府として検討を進めてまいりたいと考えております山本太郎君。ちょっとあんまり意味がわからなかったというか、このログに関して、ログの保存に関して、どのような検討が進んでいるかというのをもっと端的に、例えばここまでが制限されるとか、ここまでが勝手にあのあの吸い上げられるとかっていうような具体的なことって何かお聞きできないですか、短めに。谷垣内閣審議官 具体的に検討すべ,きすべき事項といたしましては、憲法が保障しております通信の秘密の観点から、どのように理解すればいいのか、あるいはセキュリティ上有効などういう種類の通信履歴、通信ログがその対象となるのか、また保存,保存をする通信キャリアにおいて、どの程度の財政的な経営的な負担になるのか、こういったさまざまな点を総合的に勘案する必要があるだろうというふうに考えております山本太郎君。 結構、ままざっっくりとしかか決まってないんですか結構ねもうちょっと具体的に言えそうなもんだと思うんですけれども、だってもう10年も揉んでる話なんでしょ、これって、10年間、やっと今日っていう日が来たっていう話なのに、どういうことを話してますかってことに対してで、どういうような決まりになりそうですか、どういうことが盛り込まれそうですかってことに対して、すごくざっくりとしか答えていただけてないっていう感じがするんですけど谷内閣審議官 現在政府部内、関係省庁間におきまして、協議を進めているところでございまして、現時点での明確な方向性については、コメントを差し控えさせていただきたいと思っております山本太郎君、えー。協議をしている途中です、検討中です、差し控えさせていただきますって、これ、結局、何のことかよくわからないってことですよ、一体何なんだって、そのあのあこのやり取りはって、法案にも、もこの法案、いただいている法案には、もっともらしいことしかほとんど書いてないわけじゃないですか。 ねえ何か聞いても検討中だ審議中だで詳しいことは言えないっていう話になるんだったらほとんど内容のわからないものに対して僕たち審議してることになるんですかってちょっとぐらい情報をくれてもいいんじゃないかって話と思うんですけれどもこのログに関してあの通信履歴ですよね自分がどう,いうあのどういうものを検索したとかっていう履歴だったりあとどういう人に手紙を送ったかとかっていうものに関して現,状では現在では令状があれば。 後で差し押さえができますよっていうだけですよね、法的には義務はないと、そういう状況ですよね、これひょっとして取っ張られるっていう可能性もあるわけですよね、そういうことについては、あのお話しできない状態ですかね遠山清彦君あの山本委員の,あの問題意識を理解、正確にしているかどうか分かりませんが、まあ、ここのまま、まずですね、え今日あのご審議お願いをしている、この 法案が成立をした後にこの法律に基づきましてサイバーセキュリティ戦略が策定されていきます新たなその先ほど検討状況と政府側が答弁しておりましたのはそのまさにこ,この法案の成立の後に作られるサイバーセキュリティ戦略の中でもちろん委員にもはっきりとわかる形で国民にもわかる形でこのログの保存のあり方等についてあの。 策定がなされれるとといいいうご理解を持っていただければと思いますなお一点だけご指摘申し上げますが、このサイバーセキュリティ戦略の中で、事後追跡可能性を確保するとなっている対象は、サイバー犯罪でございますので、サイバー空間でネット検索する方々、すべての人のログを追跡するわけではないということは、今の時点でもはっきりと書かれていると認識をしております。山本太郎君 ですからですねあの先ほどから言ってる通りその時の権力者であったりとかっていうものの使い方によってはどこまでも網を張れるよっていう状況になるわけですよねでこれそう思いませんかだってこれサイバー犯罪っていう 法律っていうのはそういうもんだって言われたってしょうがないですよねでもも,もちろんそういうそういうい意見もあると思いますよ法律ってこういうもんなんだよまず基本法を作るんだよその後に内容を決めていくんだよって話になりますけどでももうすでに後のものって準備されてるでしょ普通に考えてだってこれ基本法通った後にみんなで一緒に作っていきましょうって言ったら何年かかるんだよって話になりますよね もうすでに作られてるってものがあるんだったらこの基本法、そのあとに作られているものがひょっとしてまずいんだったらね基本法の段階で止めたいじゃないですかまず骨組みだけチェックしてくださいっていうことでその後控えているものに対してねひょっとして雨漏りするような,あのなんですか部品が使われてる家かもしれないしね建設予定の家かもしれないしそういう部品のチェックっていうものも多少はあの流していただけたらいいのになと思うんですよね、そういうもんなんだよって言われればもう,もうそれまででも質問を終わらせていただきますって話になっちゃうんですけどね。すいません、えー すすいまません <laughs> ありがとうございます <laughs> 骨組みがおかしいという質問をするべきだ、勉強させていただきます,、えーっとですね、不正アクセス禁止法のとき、警察の主張に反して、総務省がずっと賛成しなかったためにログ保存というものが入らなかったんだよという話を聞いているんですけれども、人々の権利のために当時、郵政省は今の総務省は戦ってくれていたんですね、このことに対してご存知の方。吉田電気通信事業部長 あの平成11年当時でございましたけれども、不正アクセス禁止法、制定に際しましてあの、通信履歴の保存に関しましては、当時、操作の必要性と通信の秘密との関係、あるいはプライバシー保護への配慮、あるいは事業者等への負担、まあ、当時の国際的な動向等、さまざ、あ、まな観点を踏まえまして、総、ま、合、あ、的に判断をいたしまして、通信履歴の保存にかかる規定をが盛り込まれなかったということになったというふうに承知をしているところでございます。 山本太郎君ありがとうございますでも今回は転んじゃったんですかね、これが、あのこういう話が進んでいくってことは、えこの個人情報の収集・保全に関して、ヨーロッパではスタンスが変わったよと、先ほどもお話がありました。えヨーロッパでもあのえ アメリカがヨーロッパの首脳に対していろいろ盗聴とかしてたっていうことがバレて激怒してたけれども実際は自分たちの国でもやってたんだといろんな盗聴が行われてたんだというようなでメールの内容とかも見てたんだとっていうような話が表沙汰になったとその、えー、ヨーロッパでは2014年の4月8日ヨーロッパの司法裁判所これ最高裁よりも上ですよね上の裁判所になるヨーロッパの司法裁判所通信会社などに通話や電子メールの数字、えー、数送受信の記録保持を義務付けた現行制度について 私生活の尊重と個人情報保護という基本的権利を侵害するとして、無効を言い渡したと、ね、結局そういうあ、そういう使われ方をしちゃうんだと、で結局、それは人権裁判所の方でそれはないで、司法裁判所の方でそれはないだろうと、やっぱりまずい、無効だっていう話にしちゃったって話なんですよね、当然ですよね、プライバシーですから、それを守ろうとした、それを守ろうとする成熟した社会が確かに存在するんですよね。 世界には、えー、我が国がサイバー基本法を端緒として個人情報の収集、簡単に行える方向に行くんだったら、これ、今の世界の流れと逆行するんじゃないかなと思うんですね、で時間もないようですので、ちょっと先に進みたいと思います。えー、もしですよ、あのウィ,ウィキリークスのような活動にプロバイダーがサーバーを提供するような、提供するようなことがあったとしたら、犯罪に便宜を図ったとして、国家への協力義務違反とされるっていうことはあるんですかね、あるかないかでお答えいただけると助かります。 どなたが答弁しますか。あ、あのご存知の方 <laughs> ど。どなたがご存知かわからないんですよね。あの、多分保安提案者の方で一番ご存知なのかなと思うんですけど、まあ、そういうサーバー。お前提供したなってことで、それ。遠山清彦君。 あの委員すいません。えっと委員の今のお話は、えー、ウィキリークスのようなところに個人があるいは企業が情報を、うん？サーバーとして企業だったり、あ、プロバイダーですね。プロバイダー会社がウィキリースウィキリークスのようなところに、えー、情報を提供したら、その、えー 国に対するこの法律に規定されている国に対する民間会社の協力義務違反になるのかということで、もし質問がよろしいのであれば、ですねえそれはあのこの法律で求めている民間企業に対する協力義務というのは、基本的にはえサイバー空間における安全を確保することに資するえ情報の提供でございますので、この えー、プロバイダーがです、ね、ウィキリークスのような組織に情報を流したことをもってここの協力義務違反にはなりません、ただ指摘しておかなければならないのはそのプロバイダーがウィキリークスのような外部の団体に提供した情報の内容によっては別の法律で違反事項として、えー、見られる可能性はあるかと思います山本太郎君。あの国会議員のの存在価値の要だと思うんですけど えー、国政調査権が脅かされるということは、脅かされるっていうのことにつながらないですか質問変わりましたけど、この法,この法律が先々とあのけ。結論から申し上げますと、えー、サイバーセキュリティを確保することを目的とし、情報の自由な流通があ阻害されないように。 すするためのの法律ででございますので、えー、私ども立法府の一員である議員の国政調査権には全く影響を与えないと、このように認識をしたい,いたしております,すみませんあの、ありがとうございます、ね、それだったらいいんですけれども、まあ、でもあの、第三者機関を制定しないまま発足してしまうような状況ですよね、これね、このままいくと。 そういう状況の中で、じゃあ,あの、それを利用するのが誰なのか、その時に権力を持った人が暴走する人であれば、全く違う方向にも使えてしまうよなということを危惧しての質問でした。ありがとうございます。